重症専門生態 TV の三田翔平です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回なんですけども、今回は、ぎっくり腰でお悩みのあなたに向けて、ぎっくり腰の応急処置、治し方を紹介していきます。ぎっくり腰が起こる方っていうのは、共通してることがあって、股関節の動きがめちゃめちゃ悪いです。動けてない、もしくは、動けるような姿勢とかバランスに合っていないということですね。だから腰椎単体で動くことによって、要はオーバーな動きになってしまって、許容範囲を超えてしまって、ぎっくり腰という、理屈でなっていくんですよ。触るポイントなんですけども、この骨盤の、ちょうどここの前の、触ってもらったらわかると思うんですけど、これ一番出っ張ってる骨のとこあると思うんですよ。そこを、中一つ内側にギュッとこう、入れ込んであります。両方ね。まず、ポチッとこう。硬いところが当たると動きを触って、内側にぐーっと滑らしていくと、ぐーっと入っていくところがあると思うんですよ。で、そこね、ぐーっとあんまり押しすぎたら、痛みが出ちゃうんで、軽く、ちょっといける範囲まで押してあげて、はい。で、ちょっとずつ、このまま、前後に、こう揺れてあげるような感じで、まあ、リリースですね。腸腰筋をリリースしていく。で、いける範囲になっていけばいくほど、こう、反動を大きくしてあげれば最初は多分まあ、こういう状態、ちょっとしかできないと思うんで、これで、まず10回やっていきましょうか。はい。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、OK です。これをまずちょっとずついける範囲の中で、やっていって、で、動きの幅とかも、痛みの度合いとかも確認しながらやっていってください。押していきながら気持ちよさというかね、心地よく感じながらできると思うんですよ。で、これで、ね、結構軽症の方とかだったら本当にこれで動きが、スムーズになって、結構パッとこう歩けるようになったりとかなるんで、重症度合いによってね、また変わってくるので、まずこれを試してみて、どうかっていうところを判断してみてください。